ウッドデッキ Q&A、 既存の樹木を移植せずにその場所にウッドデッキを作ることはできますか？一級建築士のよっちゃんです。社長のカリアです。二人で疑問にお答えします。ウッドデッキから木が生えてますね。はい、これは木を移植できなかったもんですから、ウッドデッキから木を生やしちゃったんです。ウッドデッキに床下収納がついていますが、なぜですか？これはですね、木のメンテナンスをするために、ちょっと今見えてますけれども、防草シートが床下に貼ってあるんですね、雑草が生えないために。それで防草シートのちょうど防草シートで包み込むような形で植木の根元を保護してあるんですよ。で、万が一その木が枯れたりですね、いろいろなことをした時に、この床下点検口のところから入り込んでメンテナンスをしたり、あとこのデッキ材も全部外れるような形で木を移植し、植栽し直したりすることができるような形に下地を作ってるんですね。ですから、もともとあった木はもう全く、その場所に、生えているような状態でウッドテラスを作ることができているんです。ご視聴ありがとうございました。たくさんの施工事例がございますので、ガーデンリノベーションのサイトを PC は左上、スマホは右上のバナーをクリックしてご覧ください。ホームページのアドレスはこちらです。hastings-classic.com で検索してください。フリーダイヤル 0120-041-301。 お電話お待ちしております。